ッシュしまくって、ため攻撃して、あ、ま、ギリギリテンションゲージ保ってる、危ねえ。で、このまま、マジで持ってけ、持ってけ、持ってけ、マジで早く、早く、呼ばれる前に、早く、間に合ってるか？ギリギリ、オッケー。はい、どうも皆さん、こんにちは、のぼるです。今日もね、ダンボール戦記ダブルやっていくんですけども、前回ね、めちゃくちゃ微妙なとこで終わってたんだよな、確か。オメガ9の作業用通路ってことは、あれだよね、通気口に今から LBX を入れて、オメガ9の、なんだっけ、機密情報みたいなのを盗み出そう。盗み出すというか、まあ、データを盗もうみたいな話でしたね。で、前回ね、間違えて、ジンの武器をね、弱くしちゃってたんで、それを一回戻そう。これこれこれ、なんだったっけ、呪詛デスサイスみたいな、なんかよくわかんない名前のやつ。呪魂ソウルイーターだ。これこれこれ。これを、ハンマーのメガトンパニッシャーに変えておこう。160だと思うね。90。30も差あったんだ。もうなんで俺こっちの方が弱いと思っちゃったんだろうな。まあいいや、一旦ね、このトンカツ叩くハンマーを装備しながら、じゃあもう早速、ダクトに入れていこうか。さあ、準備完了。そしたらダクトへ行こう。LBX を使う。こっから先はカスタマイズできないらしいからな。オタクロスの調べたデータが正しければ、扉のロックを解除するスイッチはこの奥にあるはず。OK。よし、行こう。スイッチを探すんだ。このまま LBX で移動するのか？トリトン。お？お！マジかこれ。LBX、なんだっけ？ダンジョンゲームみたいな。あれが、あれと同じ感じのやり方になるんだ。え？もう積んでるんだけど。これ、降りちゃっていいのか？あ、降りちゃっていいんだ。なるほどね。あいつ来た。なんだっけ？なんとかイーグルみたいなやつ。マジか、普通に横スクロール発生するんだね。これはとりあえず武器変えて、あー、ファルコンも賛成してきたね。昨日よりも火力がどれぐらい上がってるか。おー、まあまあ上がってるね。あ、しかも結構コンボも変わってるわ。あれだね、サイズから変えたからコンボが若干変わってるわ。おあ、これ結構使いやすくていいね。あ、しかもあれだ、回復をみんなに持たせたからめっちゃ回復してくれる。ちょ、まあ、痛いんだけど、その遠距離攻撃。誰がやってきてるか分かんないけどさ。ちょ、待って。どこだ？ドミニオン、お前か。おるら。で、ここでアタックファンクション決めちゃって。あ、今しかも、あれかな？三角の方のアタックファンクションできた？もしかして。さすがにそんな溜まってないか。まあ、とりあえずこれでずっと俺のターンしつつ。あ、しかも、テンションゲージすぐ回復するんじゃん。めっちゃ回復、早いけど、一発殴っちゃったからちょっと回復が遅くなってしまった。こうやって、オッケーオッケーオッケー。強いね。武器変わるだけで全然ちげえわ。マジでなんであれ買ったんだろう、前回。ただもうバッテリーが切れてしまった。やっぱりあれだな、なんか新 PU ちょっと新しくしてないとダメだね。ここ一旦避けれなかった。これどうしたらいいんだろう。全員倒したら終わりなのか、それとも目的地にたどり着けば終わりなのか。多分目的地にたどり着けば終わりだと思うんだけどな。めちゃくちゃやっぱ参戦してくるね。だってこれ一旦スティック後ろ入力バージョンもやってみたい。そう、アキレスのあれやってるやつもいるけど。あー、ポールダンスなんだ。ここは一緒か。俺ら、ポールダンスやって。やば、火力めちゃくちゃあるじゃん。180も入った今。めちゃくちゃすごいね、ポールダンス。俺ら、あー、でも待って、ミスった。最悪、テンション切れしてる。ごめん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 。ここで、ナイスナイスナイス、回復ありがとう。よしよしよし。で、何今の。避けられた今。避けられたわけではないのか。受け身かわかんないけど。ポールダンス決めて、あ、受け身取ってるね。ここで、オッケー、ブレイク。で、あと一人。LP 回復が後ろの方にあったけど、待って、二人何やってる？どこで何やってるかよく見えないんだけど。まあまあまあいいや。これは、1対1だったらこのコンボをずっと続けていった方がいいけど、スティック入力で結構変わるね、これ。こう殴ってから、こう、おー、なるほどね、スティック入力で。はい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 。一発、このコンボを決めた後に、スティック入力をすることでさらに殴ることができると。ただテンションゲージがマジで足りない。無理だ。もうポールダンスで決めちゃおう。 OK。 完璧で、あ、でも敵のマークがとりあえずなくなったぞ。ってことはもう奥進んじゃえばいいのかな。あ、湧いた音がする。湧いたな。ちょっと待って、これ一旦上から、ちょっと待って、いっぱいルートあるみたいだけど合ってるのか。ここでわかんねえな。あ、上行けねえ。マジか。これあれじゃない、トリトーンよりさ、三段ジャンプできる系の LBX の方が良かったんじゃねえのか。ちょっとやばい。敵がマジで無限湧きすぎて、ジンがやられたんだけど。でも、こう二段ジャンプじゃないといけないところとかがあったりするから、マジで。ジン積んでるわ。これ絶対にここまでジンで来れないもん。来れるのかな？いや、二段ジャンプなんて多分、無理だと思うんだよな。まあでも、経験値はもらえるのか。よかったよかったよかった。マジでここでジンレベルもらえないとかなったらマジでしんどかったけど、よかった、もらえて。これさ、結構あれじゃない、アイテムもいっぱいもらえるんじゃないの、あれの時と同じ感じでさ。そんなにだった。マジか。
こんなに戦ったのに、これだけしかもらえないか。いや、まあでもなんとかついた。うまくいったみたいだね。安心するのはまだ早い。これと同じロックがまだこの奥にもあるはずだ。ジンの言う通り、慎重に進んでいこう。マジか。お、できた。これが俺の新たなキリトカスタム。コーラ飲んでる。なんだ侵入者、またどこかのバカなメーカーからネズミでも迷い込んだか。口悪。お、山の番。まさかここに現れるとは。しかももう一人は秒殺の皇帝カイドウジン。おいおい、あの灰原優也までいるじゃないか。面白い、面白くなってきた。だからか、だからこっちにファイナリスト3人固めたんだ。なるほどね。で、こっからはオメガ9のメインコンピューターを止めよう。どうすればいいんだろう。右側のあのルートに行ける。あ、行けるようになってるわ。オッケーオッケーオッケー。こっちに行くのね。ここに行ったらどうなるんだろうか。あ、なるほどね。またこれが待ってるわけか。いや、そろそろメンテナンスグリスもしんどくなってきちゃったんですけど。これ一番困るんだよな、グリスがない状況。経験値入んなくなっちゃうからさ、まあ入らないってわけではないんだけど、完全なグリス不足になってしまうとね、下手に退却もできないから、なかなか大変なんだよね。まあとりあえずこの宝箱開けまして、なんか出ろ。ヒートマンいらねえな。しかもこれ、上行ったらこいつと勝ち合うよね。こいつは退却できねえからな、あのシンボルエンカウントは。まあ今どっちみち、なんだっけ、グリスないから退却はしないんだけど、ちょっとドロップしてほしいもんだよね。マジでドロップ率減ったんだと思うんだけど、1に比べてグリスがね。ちょっとしんどいところだよね。これとりあえず上からはいバーン。あれ、空振った、マジかよ。これ今気持ちよくなれるかと思ったのにな。これ、このねハンマー結構ね、このため攻撃強いんだよね。吹っ飛ばせるし、このままもう一回ため攻撃やるってなったらテンションゲージ、ね、閉消費せずにできるっていうね。あー、これはちょっとミスです。完全にミス。一旦待って、はいボーンやって。痛いなお前、そんな見事に餅つきすんじゃねえよ。あー、なんでボールダンスしてんの。ちょっと待って、一旦落ち着いて、ため攻撃を当ててバーンと。オッケーで、このままコンボつなげ。痛い、何食らってたか分かんないけど、もうテンションゲージ減っちゃったから一旦アタックファンクション出そうか。は、何が起こったんですか。どういうことだよ、なんでお前空振ってんだよ。消費した判定になってるんだけど、どういうことですか。まあ、一旦こいつ倒し、まあ、バッテリーがすぐ切れるな、マジで。もっと買っとけばよかった、コアパーツ。とりあえず、ここ一旦空中攻撃かまして、ここはテンションゲージ回復させようか。回復させつつ、溜めて、ポンと、OK。で、このまま、ノックバック中にポンポンポンと殴ってから、スイングハンマーぶつけて、で、まだブレイクしないよね。ブレイクしないからもう一発かますと。完璧。今のめちゃくちゃいいコンボだった。オッケーオッケー。で、ここは、今俺ため攻撃したいだけだったのに、攻撃、次の攻撃判定を吸ってしまった。まあまあまあいいや。で、ここももう一回、はい、ポン。あー、逃げやがった、あいつ。二段ジャンプないから、ここ登んの大変なんだよ、俺。オッケーオッケー。なんとか登れた。降りるんかい。ふざけんな。ここは、一旦適当にテンションゲージ減らしてから、アタックファンクション。で、ファイナルブレイクにはなんないか、さすがに。ちょっと足りなかったね。まあでも、あとワンパン、2パンぐらいで倒せるんじゃない。ちょい、どこ行ってんの、どこ行ってんの。まあでも、バーンやってくれるか、ゆうやが。やってくれそうだけど、オッケー、ゆうや強っ。今のコンボで、何ダメージ入ったか、140ぐらい入っちゃうね。ゆうやも使いてえな。さあ、次の目的地、到着と、なんとかギリギリグリス持ったね。マジでギリギリだけど、一旦セーブだけさせて。よし、じゃあ次のダクト行く。行くかと思ったけど、これカスタマイズまたしていかなきゃダメなんだよな。じゃあ、ジンリーダーも変えなきゃいけないな。せっかくだし、ユーヤ使ってみよっかな。まあ、一番強いキャラクターだから、今あんまりね、俺の手で操作はしたくはないっちゃないけど、ちょっとね、あの劉備っていう LBX が気になる。で、スキルとかどうなってるんだろう。あー、まだストロングガード。あ、メンテナンスオフ。あ、つけれるんだ。なるほど、ここでつけるんだよ、スキルって。俺、どこでつけるんだろうってずっと思ってたけど。なるほどね。はい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 。で、5個までつけれるんだ。まあ、一旦じゃあつけるだけつけとけばいいか。メンテナンスゲージの減少を 10% 抑える。これ大事だね。今特にメンテナンスグリス全然足りないからつけておこう。よし、そしたらこの扉をロック解除すれば M チップの開発データが隠されているポイントに出るはず。 OK、 あと少し。
で横スクロールのアクションになってくると。でここもなんかどっかにゴールがあるはずだから、ここの上はいける？無理だね、いけねえな。じゃあ一旦下降りるか。降りるしかなさそうだね。これ避けたい。できれば、あーいた。じゃあちょっと劉備の強さ確かめてみようじゃん。楽しそうだけどな、こいつ。足はまあまあ速い。ドミニオン相手にどれぐらいやれるかな。痛い痛い痛い。蜂の巣にされてんだけど。めちゃくちゃやられてる。お、なんか、片手剣ってこんな感じの連撃なんだ。で、ため攻撃、あー、昔と一緒やね。で、後ろは？おー、すごい。なんだこれは。なんか後ろにスティックを動かすとすげえ動きする。すげえ、何これ。おもろ、こんな動きするんだ。横はどうなるかな。ほい、横は、あ、なんかちょっと違うわ。横に回り込んで攻撃してる。へえ、なるほどね。じゃこれちょっと後ろ強い。あー、でも最初から後ろはやんない方がいいか。一旦コンボ重ねてから後ろにやって OK、 浮かせてみたいな。ただテンション切れちゃうのがちょっとやばいけど、ちょっと待って。こうして、でここで、あー、ちょっとミスったけど OKOK、 打ち上げて OK。 強っ。いやマジでこのダンジョンバトル劉備にして正解だわ。まず間違いなく今一番強い LBX だから、こう戦闘になった時にね、このダンジョンバトルって敵が徐々に増えてくるんだけど、先にこいつを倒しちゃえば次の敵が増えずに済むんだよ。ほら、こうやってちょっとずつ増えてくる。だからこれを先にやることができる、劉備だったら。それがマジで便利すぎる。こう火力めちゃくちゃ高くない？まあ、弱点っていうのもあるんだけど、超強いんだけど、マジで。クソ楽しい。こんな気持ちいいんだ。片手剣めっちゃいいね。あ、ガードされてるけど、これも貫通して、オッケーオッケー。リロード中にもうどんどんかましていけ。で、なんなら後ろ切り上げちゃって、オッケーオッケー、いいぞ。バン、何突っ立ってんだ。戦ってくれ。で、こいつを倒しきっちゃえば、下手に敵が増える前にやれると、オッケー。マジ、劉備強い。あ、ゴール見えた。やっとゴールの位置が分かった。ここ一旦下降りて、こっち行くのかな。で、敵来たけど、もうこれは受けざるを得ない。とりあえず、敵を呼ばれる前に、こいつをぶっ倒せばオッケーなんだよ。だから、ダッシュしまくって、ため攻撃して、あ、ま、ギリギリテンションゲージ保ってる。危ねえ。で、このまま、マジで持ってけ、持ってけ、持ってけ、マジで早く、早く、呼ばれる前に、間に合ってるか？ギリギリ、オッケー。危な。マジでこういう時間との戦いなんだよな。え、待って、これどう上がっていけばいいんだ？え、上がれなくね？無理だ、上がれねえ。どうやって上がるんだろう。こっちから行くしかないか。一旦こっち行って、あ、なるほど。オッケー、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 いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、このまままっすぐ行って、はい。あー、もう、最悪、オーブねー、オッケー。これ、マジで神社無理だって。戦闘終了。しんどすぎる。僕は負けられないんだ。負けられないけど、負けたけどね、俺一回。いや、マジで、ここだけは、あれだね。手加減とかしてられないわ。マジで、その時一番強いキャラクターを使っていかないと無理だわ。劉備ですら負けたもん。しんどかった。フォースセーバー出てるね。フォースセーバーめちゃくちゃ落ちるな。あと少しだ。なんとか間に合わせよう。もうほんとギリギリだったよ。よし、それじゃあオメガ9のメインコンピューター、こっちか。これもゴールかな。あ、ゴールっぽい。怪しいな。なんで後ろにいんの？キリト？こんなところで会えるとはね。なんでお前が。決まっているだろう。オメガ9のテストプレイヤーだからさ。なるほど。彼が風間キリトか。山のバン、カイドウジン、そして灰原優也。まさかこんなところで会えるとは思わなかったよ。どうしてジン君や僕のことを知っているんだ。去年のアルテミスは良かったよ。今までで一番良かった。特にファイナルステージがね。それでアルテミスのファイナリストが3人も揃って何をしているんだい？見学だよ。見学ね。ちょっと無理あるな。君たちが何を企んでいようと俺の知ったことじゃない。見逃してやるよ。キト。ただし、お、俺とバトルして。何こいつ、ね、なんか変わってるんだけど。ジョーカーか。待ってくれ、僕たちにはそんなことをしている時間はない。知ったことじゃないって言ったろ。もうちょっと話聞いてくれよお前。
ジョーカー、キリトカスタム何それ。あ、1対1しかも。いや、こいつ強いんかな、わかんねえけど、もう手加減なしで今ある最強のパワーでぶん殴ろう。まあさすがにユウヤだったら負けないと思うけど、その羽かっこいいな、マジで。その羽ついてたらとりあえずかっこよくなるわ。一旦、あ、待って待って、マジで見せてる四角と丸を間違えた。一旦四角を長押しながらモンハン持ちしつつ、避けて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 、一発は当たってもいい。で、このままため攻撃 OK で、このままずっと俺のターンしていけ、ずっと俺のターンしていけ、おしよしよし、ずっと俺のターンで、こう一旦テンションゲージ回復して、ずっと俺のターン OK。 え、待って、あー OKOK 消えてるずっと俺のターン、一旦回復して、ずっと俺のターン、よしよしよし、こいつ受け身取らねえぞバカだおい、あんだけ伊勢いいこと言って大したことないじゃんって言おうと思ったら受け身取ってきやがったわ。OKOKOK でもいけるいけるいける、一旦殴らせて、なんかやってると思ったらあれ設置してるわ、爆弾。ちょ、一旦それは離れたいけど、あ、でも大したことねえぞマジで。いけると思ったら起爆しちゃった。どうすんのお前、何、一旦離れて、OK、一発殴らせて、痛い痛い痛い、マジか。おつけおつけ、こうして、痛い痛い、マジで、あれだ、あの、斧系だから、めちゃくちゃ割り込んでくるわ、こっちのコンボに。一旦二発ぐらい、二発、OK、一発か。で、ここ、あー、切り上げていきたかったんだけど、マジか、吹っ飛んじゃったか。どこ行くのどこ行くんだよ、ちょっと待って、おつけ、おーしよしよしよし、え、待って、何ファイナルブレイク、あ、エージェントが来ちゃったじゃん。お前のせいで。誰だ、オメガダインはこれより政府によって封鎖される。関係者以外は即刻ここから退去したまえ。邪魔をするな。あ、副大統領、やっぱりこいつなんか関係してたんだ。君はオメガダインのテストプレイヤーだったね。こんなところで不用意にバトルをしてはいけないな。しょうがないね、勝負は上付けだ。国家の安全保障に関わる問題だ。ここで見聞きしたことは他言無用に願いたい。いいかね、わかりました。でも行こう。あ、見逃してはくれるの。あ、一応見逃してくれるんだ。バン・ジン・ユウヤ、タクヤさん、無事でよかった。お前たちが連れ出されたと知った時は冷や汗をかいたが、すみません、任務を失敗した上に見つかってしまって。政府に介入されたんだ、仕方がない。でもオメガダインを封鎖ってどういうことでしょう。うむ、はい。アラン・ウォーゼン、どうしてあなたが。オメガダインの総帥がどうして。おー、そこでエジプトに変わってくんだ、マジか。えぐえぐえぐ、無理だろそれでは。ああ、これはかなりの被害だな。こいつら本気で街を破壊する気。早くあの LBX たちを止めないと。オタクロス、指令コンピューターの位置を特定して。ホイディ、こんなことするなんて許せません。うーむ、特定するには時間がかかりそうだよ。なんだよ、やっぱり頼りないな。ひょぼーん。ランだけすげえテンション軽いんだよな。仕方ねえ、指令コンピューターの位置が特定できるまで1体でも多くあの LBX と求めるんだ。マジか、それ3人でできることか。まあでもこのままほっとくわけにもいかないか。その前にまずはちょっとメンテナンスアイテムを買わせてくれ。お、もう50個ぐらい買っとくぞこんだけ買っといても多分使い切るでしょどうせ。で、こっち M も2、どんぐらいにしよっかな。15個ぐらい買っとこうかな。いや、もうちょっと買っていいんだよな、正直。お金そんなにないんだけど、武器とか防具というか LBX ってあんまり買わないから、正直。まあ、前回というか、初代の頃は結構買ってたんだけど、今回武器とかドロップするようになってるから、もう買っちゃおう、マジで。グリスはもうあれだけ買っとこう。で、あとはバトルアイテムもちょっと買っとかないと、あのダンジョン系が来た時にマジきついから、この辺も買っておこう。まあそんなもんかな。ウェポンとかは特に多分ないと思うんだよね、強いやつ。そうだよね、変わってないもんね。うん、まあ一旦これぐらい調達しておこう。いや、もう進めようかと思ったけど、今日ここで終わっとくか。ちょうどキリいいもんね。若干ちょっと動画短くなっちゃってるかもしれないけど、一旦ここで終わって、次回からエジプトのカイル編に
入っていこうかなと思います。まあそのディテクターのねこのテロ行為が果たして誰が首謀しているのか、今回のエジプトは。まあ仮面の男だとは思うんだけど、多分ねまあアミちゃんの時みたいに誰かが待ってると思うんですよ。カズだったりするのかな、ちょっとわかんないけど、まあねそれも次回以降のお楽しみに。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回のダンボール戦記ダブルでお会いしましょう。さよなら。